本ゼロカーモフキン対抗プレゼンステーション、オールナイトニッポンゼロ火曜日担当クリーピーナッツ、木曜日担当四千頭身、そして金曜日担当三四郎、この各番組が指定のゲームソフト1本を事前にプレイし、その魅力をバイブスとオリジナリティあふれるプレゼンでリスナーの皆様にお伝えする企画でございます。どのパーソナリティがプレゼンしたどのゲームが一番やりたくなったかをリスナーに投票してもらい、その投票でナンバーワンゲームプレゼンターパーソナリティが決定します。はい、そうですね。で、3曜日のねプレゼンを受けてリスナーの皆さんからね、あのね、オールナイトニッポンの公式ツイッターアカウントで投票を受け付けたわけでございますよ。そうなんですね。投票終了は12月28日金曜日、もう、はい、結構しばらく経ってますね。経ってますね。そしてついに結果が出ました。おい、さあどうなんでしょうか。どの曜日が勝ったんですかね、うん、もうこれ発表されてるんですがね、まあまあ、この番組でね改めて、うん、改めて正式に発表します。はい、プレイしたくなるのはどのゲーム。オールナイトニッポンゼロカーモフキン対抗プレゼンステーション、優勝はサンジロー。ちょっと待って、おいイカ様です。インチキだろ。おい、インチキやろ。おかしいだろ。おい、どうなってんねん。あって、お前、動画見たろ、お前。見たか。おい、このアンシテイさんが、お前、ラップしたぞ、お前。俺、踏んだんですよ。めちゃめちゃ踏んだろ。フリースタイルしました。いや、めちゃめちゃこれね、バトル MC の最高傑作と言われてるアンシテイさんですよ。もう全国大会3連覇のね、もう本当に高み、一番高みのアンシテイさんが、本気のラップ披露したろ。うん。負けだろ。負けるわけないやん。俺がラップ入れて。なんで出して、抜いたんよ、殿下の宝刀。抜いたよね。抜いた、抜いた。ねえ、負けたん、え、なんで負けんの、なんで負けんの、え、どういうこ と、だって、逆、え、アルさんのせいは、ね、だって、おい、ちょ、待って、だって、あの、ちょ、お前抜いたんだろ、殿下の宝刀。てか、殿下の宝刀。で、あと、あの動画のね、なんか一番旨味とかサビの部分完全にお前のラップだったじゃん。そうそうそう。え、それで負けたんじゃん、お前のせいじゃん。なんでやねん。完全にお前だ。俺が、逆にお前なんなら勝てんの、お前。は、待って、お前、お前、ラップだけ。え、なんなの、え、な、あれや、ほら、松永さんは、ほら、うん、オールナイトニッポンゼロの本編でプレゼンの尺間違えた。あれや、俺はいけてたのに、お前が足引っ張った。ああ、もうこれ終わりや。これあが、今、先般が決まりました。だって、あれは、いや、あれ、だってまず、多分、あっち、あれツイッターで投票するんだよ。お前ツイッター見てないか分かんないけど、あれツイッターで投票するんですよ。で、あのツイッターで出回ったのはお前のラップ動画なんだよ。あ、てか、あれはね、番組上でやったのは、うん、なんだろう、その、企画を長引かせるための、その、後発後発の中ね、企画を長引かせるための企画であって、単純に多分、あそこのどの部分をみんな投票するかって言ったら、ラジオの企画はラジオが本番やろ、うん、じゃあ、ラジオで尺間違えて、じゃあ、お前ツイッターで募集してんだよ、お前ツイッターで。俺ツイッターやってないもん。いや、俺ツイッターやってない。おめえツイッターやってるだろ、関係ねえだろうが、ツイッター出ろよ、お前。いつも俺は告知ばっかしてたよ、お前。殺すんだよ、俺はフリースタイル。え、俺はフリースタイル。あれ、フリースタイルやったかな、どうなんやろ。俺フリースタイルやってたか勝ててんか、あれフリースタイルちゃうかったかもしんない。おい、じゃあネタだったりしたら余計問題だろ。おい、全然ダメだろ。お前がラップやったろってなったら、お前もう二度とラップに関わってくんじゃない。俺のせいだ。お前はもう二度とヒップホップに関わるんだ。ねえ、そして投票してくれ。